クリス・ホジェッツは英国の元レーシングドライバー。ウォリックシャー州、タンワースイン、アーデン生まれ。日本語ではクリス・ホッチスとも。クリス・ホジッツ 1985BTCC フォードエスコート。2008BTCC50 周年彼は1979年にクラブマンクラス A チャンピオンシップでドライバーとしてキャリアをスタートさせた。 1980年のイギリスツーリングカー選手権でデビュー。最初の総合表彰台は1981年に2位になった時で、その後トップ5を一貫しており、主にワークストヨタチームでドライブしていた。1983年に年間4位、1984年に5位、1985年に2位まで来た後、1986年と1987年に、 グループ C でトヨタカローラでシリーズに勝利。1988年のシーズンは成功しませんでしたが、新しいグループ A トヨタスープラでは多くの開発を必要とし、ほんの一握りの良い結果しか得られなかった。BTCC での彼の最後のレースは1990年で、そのシーズン、新しいボックスホールキャバリエの開発を手伝い、ボックスホールのチームに参加。 BTCC のキャリアに時間をかける前に、年の終わりには、フォードシエラに切り替えた。1989年のシーズン中小調的な赤いフォードシエラ RS500 でブルックリンに向けて運転していた。ツーリングカーでのレースに加えて、スポーツカーレースでも成功を収め、1989年に BRDCC にチャンピオンシップを引退前のティム・ハーベイと共有し、 1990年に TVR とスカーナチャレンジで優勝。1994年シーズンはローバーターボチャレンジでクリスをドライブ、また時折世界スポーツカー選手権に出場し、マツダスピード、クラージュコンペティション、スパイスエンジニアリングなどのチームでルマン24時間レースに7度参加。特に1989年は現地で 食中毒にかかり参加が不可能となった片山よしみの代役としてマツダスピードのドライバーに急遽抜擢されてマツダ767バイトをドライブし総合7位無差 GTP クラス優勝というベストリザルトを残す。1995年マルコス LM600 を運転し彼は英国の GT 選手権で GT にタイトルを獲得。 インターナショナルスポーツカーレーシングシリーズでローラを運転した1998年以降、彼は引退。現在、レーシングチームとドライバーインストラクターとして従事。息子のステファンは2004年に BTCC に出場。耐久性ドライバー。ありがとうございます。